んにちは。就活生勝手に応援企画 in 関西ということで、レポーターの B-LOVE カンパニーのゆうきゃんです。この企画ではですね、関西で就職を考えている就活生さんたちに、関西の魅力あふれる中小企業のリアルな声を届けようというふうな企画になっております。そして本日お邪魔しているのが、阪神の御影駅から徒歩10分圏内にあります、サンワクリエイトさんにお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サンワクリエイトさんというと、どんな会社さんなんですか？はい、はい、まあ、一言で言いますと、まあ、お掃除の会社ですね。はい、あります。で、どんな風に掃除してても。そうですね、まあ、あのカーペット の, あの掃除やったり、床の掃除やったり、ガラスでやったり、まあ、ハウスクリーニングでやったり、まあ、こう機械を使ってやるやつもあれば、その人の手でこう洗剤とか薬剤を使ってやる、まあ、お掃除もあって、まあ、いろんな形をやってます。へえ、そうなんですね。はい、それでは新卒1年目の社員さんはどんなお仕事をさせてもらえるんですか？はい、最初はまあ何もあんまりわからないので、まあ、こういうその、まあ、機械を使ったりする仕事なんかでは、まあ、先輩社員についていただいて、うん、仕事を順番に覚えていってもらうみたいな、まあ、そんな形ですね。じゃあもう行けじゃなくて。そうですね、いきなりその、あの機械を使わしたりっていうことはありませんので、まあ、なんで綺麗になるのかっていう、まあ、その工程を覚えていただいて、それは一緒に先輩について指導しながらやっていただいたらいいかなと思います。全然知らないっていう方でもめっちゃ安心。全然大丈夫です、はい、一見、はい、製造会社さんっていうとすごい汚れたところをきれいにしてみたいなイメージがあると思うんですけど、はいはいはい、サンワクリエイトさんではどんな感じなんですか？はいはい、そうですね、まあ、もちろんその、まあ、お掃除の会社なので、うん、まあ、掃除、まあ、汚れもあるところもあるんですけど、うん、比較的私たちは、はい、あの綺麗なところが多いですね。はい、なのでその、まあ、掃除の会社ですけど、割り方そのお掃除の現場っていうのは、うん、あんまりこうっていうようなところは弊社は少ない。じゃあ綺麗なところをさらに磨き上げる職人技みたいなところですかね。そうですね、はい、なので、まあ、常時その綺麗にしていく。それでは、はい、サワークリエイトさんのここが魅力みたいなところって何がありますか？はい、そうですね、まあ、あの掃除の会社で現場 の, あの会社なので、どっちかと言いますとそういう会社って現場の仕事っていうのは、うん、あまりその年間でお休みが、まあ、取れないところが割り方多いんですけれども、イメージそうですよね、はい、なんですけれども、まあ、弊社はあのそんな中では比較的休む方はあるかなと思ってですね。年間、まあ、最低105日以上は、はい、休みがありますので、まあ、中小企業の現場の会社にしたら比較的、まあ、休みはあるかなと思います。で、まずその中 の, そのスタッフも比較的、まあ、その現場 の, あの会社の割には割り方は、まあ、あの穏やかと言いますか、比較的におとなしい多いので、まあ、新しい方も来ていただいても、まあいい。めっちゃ素敵じゃないですか。はい、では、浜田さん的にこんな学生さんに来てほしいなっていうのはありますか？そうですね、お客さんのいないところでやる仕事は、まあ、比較的、まあ、多いので、まあ、真面目で、素直で、で、まあ、どっちかというと、その、まあ、体を動かすのが好きな人に来てもらえたらいいかなっていう感じなんですけど、まあ、お掃除 の, その仕事はもうゼロからというか一からでもきちんとは指導しますので、まあ、まあ、あんまりその変な先入観を取りに来ていただけたらいいかなと思います。じゃあ変な話、あのすごい真面目で頑張るぞっていう方だったら、あの私みたいなドジでも行けます？どういうことか分からないですけど全然大丈夫です。あ、そうなんですか？全然大丈夫。なんでかって言いますと、はい、私がめちゃくちゃ大事なんです。
こんな広い場所でここだけちょっとお掃除して、ここだけワックスにて、ここ踏んだらあかんよというところを私は踏むタイプなので、全然あの大丈夫です。おちょこちょいでも大丈夫。おちょこちょいな方で真面目な方ならば OK です。はい、大丈夫です。嬉しい。でもで最後にですね、学生さんにぜひ届けたいお言葉っていうのをお聞きしてもいいですか。はい、はい、そうですね、ここからはちょっとまあ真面目な話になるんですけれども、スタンフォード大学博士のお話なんですけれども、ニューヨークの地下鉄のお話があって、昔ニューヨークっていうのはものすごく凶悪犯罪が多かったんです。ところがニューヨーク、当時のニューヨーク市長が地下鉄に書かれた落書きをきれいにしていったんです。で街をとにかくきれいにしていったんです。そしたらなんと凶悪犯罪が 75% 減ったんです。掃除の力って、掃除のパワーって凶悪犯罪を減らすぐらいのパワーがあるので、ぜひ皆さんにも来ていただいて一緒に綺麗な街を作っていけたらいいかなというふうに思います。ぜひ皆さん来てください。じゃあそういうことでバイバーイ。